2018明治安田生命 J3 リーグ第19節グルージャ盛岡対ガンバ大阪 U23 の一戦をお送りします。昨シーズンもこの地でガンバ大阪 U23 はグルージャ盛岡を相手に2対0で勝利しています。さあ今回の北上開催グルージャ盛岡がリベンジなるんでしょうか。それではそのグルージャのスターティングメンバーご覧いただきます。前節から5人を入れ替えてきました。フレッシュな選手も入れての今日の試合ということになります。予想フォーメーションです。 3-4-2-1 のシステムです。対するアウェーガンバ大阪 U23 のスターティングメンバーご覧いただきます。前節から言いますとディフェンダーの野田に代わって今日19歳のバースデー柴本蓮が新たにスターティングメンバーに名を連ねています。嫁坂は瀬野高木がガンバ大阪同期ということで、さあチャンスを迎える。シュート小泉クロスバーを叩いた。小泉が今日はキーパーを守っていますが一瞬の隙瀬野がついていきました。今のシーンです。ここでボールを奪う。さあ嫁坂パスを出す。藤沼少し足元に入りすぎてしまいました。大きなチャンスを迎えましたが嫁坂藤沼ボールを奪ってからのカウンターを見せました。ここまで前半の10分、両チームともに決定機を作ったという流れですが、瀬野一味つないでいく。さあ一味そして高木が中央チャンスを迎える。一味さあどこを使うか。中飛び込んできた森クロスバーを叩いた。まだある。10のシュートはクロスバーの上です。非常に惜しいシーンを迎えましたガンバ大阪 U23 先制点のシーンかという。田中俊山田陸さあ渡ったシュート小谷先制はグルージャ盛岡。後半の5分、小谷 J 初ゴールです。ドイツ4部 VFR ガーフィングから移籍してグルージャ盛岡、この小谷にゴールが誕生しまして J 初ゴール。先制点はグルージャ盛岡です。非常にボランチのポジションなんですが高い位置を取っていました小谷。山田陸宮市とつないで最後小谷。さあここでグルージャ盛岡一気に前に。太田健吾倒れますが、あ笛があって PK です。グルージャ盛岡 PK。 太田健吾しっかり体を前に出したところ後ろから倒されたという判定で PK です。追加点のチャンスはグルージャ盛岡。後半の12分、宮市 PK をしっかりと決めて今シーズン2点目。前回の PK 同様豪快に足を振り抜いてきました宮市。これでグルージャ盛岡2点のリードです。柴本スルーして、うーんここにいません。逆に谷口海斗が奪って左に流れる。藤沼拓夢それを追い越す。山田陸からその藤沼へ、どこを使うか。ファーサイド谷口海斗ヘディングで反らしてシュートはわずかに左です。山田陸のシュートはわずかに左。さあここでボールを奪う小谷。谷口逆にガンバ大阪 U23 チャンスを迎える。井出井出かわす倒れてフリーキック。非常にいいポジションでのフリーキックを得ましたガンバ大阪 U23。
あ、10か井出か。井出が狙ってきた低いボール、直接決まりました。ガンバ大阪 U23 1点を返しています。決めたのは井出春也、今シーズン2ゴール目。後半の37分に得点です。キーパーの鈴木、ここは低いボールでつなぐ、角度を変えて小泉、少し飛び出しましたが、ここで試合終了のホイッスルです。北上開催初勝利、さらにはガンバ大阪 U23 からも初勝利ということになります。グルージャン盛岡、見事2対1でガンバ大阪 U23 を下しました。